公務員試験予備校のキャリサポです。公務員試験に関心のある方、概要欄をご覧ください。こんにちは、大学ラボのプッチーです。今回はですね、4月に入って、受験そろそろ本格的に始まったなというところで、総合型選抜ってどんな人に向いているのかなっていうのをですね、ちょっとお話ししようかなと思っています。というのも、4月、総合型選抜は一般試験とは違ってですね、大体ね、受験が本格的なのが、8月とかから結構本格的になりがちなので、今のうちから対策しないと結構まずいというところで、じゃあ4月のうちにですね、どんな人に向いてるのかと、どんな人が向いてるのかなっていうような話をですね、ちょっとあらかじめしようかなと思っています。で、ですね、結論から言うとですね、大学にもよるんだけれども、比較的学校の成績がいい人、これがまず一つあるかなと思います。で、総合型選抜って基本的にはですね、いろいろ種類があって、国公立、私立あって、でちょっと主に私立が多いので、ちょっと私立に絞って話をしますけれども、基本的には学校の成績、あと課外活動 であとは、プレゼンだったりとか面接だったりとか、あとは、学校の独自のその試験みたいなのがあるみたいな、そんな感じになってますね。で、まず一つは 大前提として成績がそれなりに良くないと、もうその時点で門前払いみたいな感じになることが多いので、まず成績、学校の成績がそれなりにいい人っていうのが一ついるかなということは、今の段階で学校の成績あまり良くないなと、評定平均赤点ギリギリで3とかかなみたいな感じだと、なかなかその、総合型選抜一発で受かる、総合型選抜がなかなかこう厳しいということもある、足切りになってしまうということもあると思うので、まずはその自分が行きたい大学の総合型選抜で、その自分が足切りにされないような成績なのかなっていうのをまず見る必要があるかなと思いますね。課外活動とか、しっかりしてるかどうかみたいな、課外活動こういうことしてますかみたいなのが、あるんですけれども、そこら辺についてはね、明確なことが書いていない限りは、ある程度その柔軟に対応してくれ、柔軟に評価はしてくれると思うので、インターハイ行ってないと無理です。インターハイ行ってないと無理ですとか書いてあったらそれはしょうがないけど、別にそんなにガチガチに書いてあるとこ少ない気がするので、応募要件が決まっていないのであれば、結構柔軟にチャレンジができるのかなと。そこら辺は、課外活動しっかりしてなきゃダメとか、そこら辺もね、あんまり気にしなくていいのかなと思います。ボランティア活動をやっていましたとか、そういうのでも、スルッと受かったりしますので、私の経験で言うとね、というか教え子的な話で言うと、N 大学の某歯学部、歯医者の方のね、歯学部は、なんかもう全然部活とか途中でやめて、成績も全然良くないけど、なんか成績も膨大ギリギリだけど、なんかちょろっと、しっかりと、そのボランティア活動とかしましたとか、しっかりと、その、書き方をしっかりと考えて書いて出したら、なんかスルッと受かったりしたので、そんなにね、部活しっかりやってなきゃダメっていうようなこともなかったりします。特に2等駒線あたりの、っていうとはすぐバレちゃうと思うけど、2等駒線あたりの、総合型選抜であれば割とこうスルッと受かることが多いかなと思っています。なのでそこら辺はね、学校の成績が良ければぜひ挑戦してみるといいかなと思います。で、あとはね、マーチ以上、総合型選抜を考えている人で、特に総合型選抜とプラス一般試験を考えているっていうことであれば、結構ね、時間取られる、総合型選抜で書くことが多かったりして、結構時間取られるっていうことが多いと思うので、そこら辺はある程度ね、勉強の余裕がある方じゃないと、ちょっとね、総合型選抜の方も一般試験の方も、両倒れになってしまう可能性があるので、それなりに勉強の蓄積がある人じゃないとちょっと厳しいかなとはちょっと思うところですね。なのでそこら辺はちょっと自分の学習状況とかとですね、鑑みて、やってみるっていうのがいいのかなと思っています。で、あとはね、慶応の総合型選抜、私は慶応のフィット入試で法学部行きましたけど、に関してはですね、以前動画にしていますし、これからですね、二次試験の話とかも今後していこうかなとは思う。二次試験というか、総合型選抜の、面接の話とか、フィット入試の面接の話とかですね、今後していこうかなと思うので、ちょっとそっちの方を見ていただければなと思っています。そんな感じで、今回はですね、総合型選抜についてですね、どんな人が
受けられる、どんな人が受けたらいいのっていうところだったりとかね、まあ、ちょっと気をつけた方がいいような点もですね、さらっとお話ししました。また、細かいですね、総合型選抜、どんなところに気をつけたらいいのっていう、どんな感じで対策したらいいのっていうところだったり、マーチのおすすめの総合型選抜の、学部だったりとかはですね、また動画にしようかなと思うので、ぜひそっちの方も見ていただければと思います。こんな感じで、この動画が役に立ったなと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。